ちょっと出しますか、村井が負けたんで。大沼行きますか。え、まさか、はい、大沼の封印を解きます。我々人間界でコントロールできるか分かりませんけど、封印を解きます。いでよ大沼明穂。ということで、増本に勝てるのは力の制御を知らない静岡の眠れるモンスター大沼のみ。レディーゴッ。すごい、どっちもすごい、どっちもすごい、浮いてる、浮いてる、動かない1ミリも動かなかったから、動かなかったですね。やりたくないです。2人だけがなんか動いてだから2人がどんどんこの台に絡まってって同化していく感じだったからね。同化して、俺はもう1回もう決まんないよな。怖いですもん、ね、もう1回ラストじゃ。頑張れ。怪我しないでね。ツアーあるから。そうだ、ツアーあるから。本当に。ツアーもこのアームレスリング台と一緒に一緒に出てくる可能性。さあ参りましょう。レディーゴッ。うわー、すごいすごいすごい。さっきと一緒に。顔真っ赤の大沼。すべての力を増すものだけ。手首を、手首。取れる。ドローです。ドロードロー。すごい。このグループに化け物が2人いました。いましたね。